は経済対策の議論を開始したことを受けて、持続的賃上げと国内投資促進を中心に3年間の変革期間でコストカット型の冷温経済を持続的な賃上げや活発な投資が牽引する適温の成長型経済へ転換する手法についてご議論をいただきました。三位一体の労働市場改革やスタートアップ育成による企業の新陳代謝など新しい資本主義の実行計画を変革期間で早期に実行をします。加えて経済対策においては持続的賃上げについて第一に賃上げ税制の減税措置の強化を図ります。第二に中小小規模企業の賃金引き上げのため省人化・省力化投資への支援を実施することとし、カタログから選ぶように使いやすい措置といたします。地方においても賃上げが広がるよう工場等の新設を支援いたします。経営者保証を不要とする信用保証制度を年度内に創設いたします。第3に取引適正化に向けて地元の最低賃金の上昇率や春闘の妥結額を基礎に価格交渉を行うなど労務費転嫁の分かりやすい指針を年内に公表いたします。第4に非正規労働者と正規労働者の同一労働同一賃金制について対応が不十分な企業に対して指導を行うとともに在職中の非正規労働者に対するリスキリング支援を開始いたします。第5に資産運用立国については金融担当大臣を中心に年内に政策プランを策定してもらいます。そして国内投資促進については第一に米国等の税制措置も参考に蓄電池、電気自動車、半導体など戦略分野の国内投資について新たな減税制度を創設するなど成長力の強化に資する減税の実施を図ります。第2に特許権等の知的財産から生じる所得に関して減税を行うイノベーションボックス税制の創設を図ります。第3にストックオプションを使い勝手の良いものとするための法制整備や減税措置の充実を検討するなどイノベーションを牽引するスタートアップ等への支援、これを強化してまいります。本日取りまとめた新しい資本主義の推進についての重点事項に沿って新藤大臣を中心に関係大臣に協力して経済対策の取りまとめと施策の具体化を進めていただきたいと思います。有識者各位の引き続きましてのご協力をお願い申し上げます。以上です。ありがとうございました。